はい、こんにちは、川島です。そして今回はですね、おっぱいの神様、由美先生に来てもらいました。お願いします。お願いします。はい、で今日は骨格診断、最近流行ってますけども、骨格別にバストケアがある話じゃないですか。はい、やっぱり同じではないので、骨格によってこうホームケアだったり、施術の方も変えてはいます。違うんですね、やっぱり。ちょっと違います。ってことはやっぱその骨格別に自分でやる方法もやっぱちょっと変わってくるって話ですよね。そうですね。ですよね。重点を置くところを知った上でケアするとやっぱ違うと思います。なるほど。今日はそんな、骨格別のバストケアをね、今日はね、紹介してもらおうと思っております。はい、ではよろしくお願いします。はい、今日は骨格別におすすめのケア、紹介していこうと思うんですけれども、大きく分けて3つ、ウェーブ、ナチュラル、ストレートっていう風に分かれると思うんですけれども、ウェーブの特徴は、ちょっと首が長くて、下半身にお肉がつきやすい方っていうのがウェーブの特徴になります。そういう方は首が凝りやすいんですね。首なんだ。そうで、首が長いから首に負担かかりやすくって、どうしても首に負担かかっちゃうと、こう自律神経の乱れを引き起こしたりするんですよ。なるほどね。なのでご自分でホームケアしようと思った時には、首のケアした後にバストにお肉を寄せるか、そういったことを取り入れていただくのがいいと思います。の方が効果が出やすいってことですね。そうですね。早いですね。バストにもこう栄養が流れやすいとかね。そうです。なるほどなるほど、はい、これがウェーブの話ですね。ウェーブですね。ウェーブ、はい、これはウェーブですね。そして次にナチュラルの、はい、骨格の人っていうのは、ナチュラルってどんな感じなんですか。特徴は結構骨格がしっかりしてる方、しっかりしてるで、肉がつきにくい人なんですけれども、ここ全体的に本当にもうモデルさんみたいな人が多いんですけれども、スラッとしてて、でどうしても肩甲骨とか骨が大きめだから、隠れ猫背の人が多いんですよ。肩甲骨が結構大きい人とちっちゃい人っていません、あ、いますいます。だいぶ違いますよね、人によって。で、特に肩甲骨が大きめな人ほど、こう猫背になりやすく感じるので、なのでこう筋肉もね、つきにくい人なんですよ、ナチュラルさん。ナチュラルは、はい、なのでこうしっかり猫背のケアをした上でバストケアしていくといいと思います。つきやすいと。はい。そして3つ目ですね。ストレートタイプの人は、私そうなんですけど、特徴は首が短めなんですよ。ああ、短いですね。そうです。笑いました？笑ってる。首短めで、全体に筋肉質なタイプが多いんですけれども、こういう人は比較的にお肉もおっぱいの方に寄せやすかったりするんですね。ただやっぱりね、肩こりの人多いんですよ。首短くて肩が凝りやすいので、しっかり肩こりのケアをした上で、おっぱいのケアをしていただくのがおすすめます。なるほど、はい、っていうところですね。3つ、ウェーブ、ナチュラル、ストレート、それぞれポイントが違うよと。そうですね。はい、ということですね。なので、ウェーブ、ナチュラル、ストレート、3つとも、それぞれね、特徴が違うから、そうですね、それぞれね、こう適したものをやった上でやると効果出やすいよって話ですね。そうです。ぜひやってみてほしいですね。そうですね。これ具体的な方法は、はい、実はパイちゃんでしてますね、はい、紹介していこうと思ってますので、下の概要欄からぜひチェックしてもらって、パイちゃんの先生のパイちゃんの方でぜひ、ね、チェックしてみてください。はい、ということでまとめると、ウェーブは首のケアをしてください。首、はい、ナチュラルの人は肩甲骨周りですね、猫背を注意してケアしていきましょう、はい、そしてストレートの方は肩こりですね。肩こりを注意しましょう。はい、というところですね。ぜひ参考にされてみてください。それでは、ね、今回の動画もしよかったら、ぜひグッドボタン、コメントの方もぜひよろしくお願いします。そして、今回ね、出演してもらった由美先生の店舗が、表参道、赤江、名古屋、大阪、はい、宮崎、赤坂で来ました。赤坂で来ましたので、はい、詳しくはお知らせ欄に貼ってますので、ぜひチェックしてください。はい、お試しが12,800円。通常が35,000円。35,000円がお試しで12,800円で受けれますので、はい、お試しのバストアップの施術もぜひ受けてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。